皆さんこんにちは、サヨです。さて今日も算数の問題解いていきましょう。今日はこちらの問題です。ミニ図で AB イコール AD、 角 A と角 C は90度、 AC イコール3センチの時、 ABCD の面積はいくらですかというラサール中学で出題された問題を解説していきます。一度止めてやってほしいかなと思っております。それでは解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回は3通りの方法で解説したいと思います。結構有名な問題ですので、ぜひね一度チャレンジしてほしいかなと思っております。まず一つ目いきます。この問題としての一番思いついてほしいというかね、順番にね解説していきたいと思います。まず直角を生かしながらこの3センチも生かしてどう面積を作っていくかっていうと、まずこの形なんですけれど、全体から引くとか3センチ伸ばすとかいろいろ考えられるんですけど、これ透析変形します。透析移動ですかね、形を変えずに移動します。略してはい、チョキチョキペッタンです。どこかハサミでチョキチョキって切って、切ったやつをどこかにペッタンと貼り付けると、はい、っていう技を使っていきたいと、技というよりかはね、適当な名前つけたわけですけれども、やっていきたいと思います。どこで切るかっていうと、この点線です。はい、この点線でハサミで切って、こっちの三角形ですね。はい、こっちの3センチのところの三角形を A に指を置いて、時計回りに回転させます。このような手法って結構結構使っていきますので、どこかを止めて、騙し船って言って、昔折り紙でここを持ってて目つぶっててって言って、なんか形が変わってるみたいな、回転してるわけじゃないですけど、折り曲げてるだけですけれども、騙し船っていう名前をつけてる人もいるかなと思います。はい、というわけで、A を指で押さえて時計回りに回転すると、このちょんちょんとこのちょんちょんが一致しますので、この AD っていうところを90度回転すると、ここまで来て、3センチのところこっちに来ますよね。はい。で、すると、こっからここが一直線になります。ここ折れ曲がってるわけじゃなくて一直線になります。さて、なぜでしょう。はい。今、角 D のところがこっちに来ました。角 D と角 B を合わせて180度にしたい。したいっていうか、180度になるっていう証明なんですけれども、この四角形自体で見ると、こことここ90度じゃないですか。じゃあ仮にね、ここを丸と×としたら、丸と×合わせて何度ですか？全体が四角形の内角の和が360度で、そのうちこことここで90、2つ、つまり180度。使ってますので、残り引くと、丸と×の合計って180度ですよね。だから、こちらの丸がこちらに来た場合、丸と×180度なので、ちょうど一直線だっていうことが言えるわけです。はい。なので、実際ね、消したら分かりやすいんですけど、こっち3センチ、こっちも3センチ移ったわけなので、これ二等辺三角形になりますよね。で、さらに、ここの角度がこっちに移っただけです。ここが初めから90度で、ここの角度がこっちに移っただけなので、ここも90度ですよね。ここの角度仮に三角にすると、ここ三角と。じゃあ残りの部分の三角と残りの部分の三角、ここも90度になる。つまり何が言いたいのか、この三角形は直角二等辺三角形であるっていうことがわかります。だから、底辺3、高さ3。底辺3、高さ3かける、2分の1で、はい、答え 4.5、2分の9ですね。4.5 平方センチメートルというのが正解になります。はい、なかなかね、難しめな考え方なんですけれども、よくある1台であります。なんでよくある1台かっていうと、最後見たらわかりますので、ぜひね、最後までご視聴ください。はい、じゃあ次、2通り目いきます。はい、それでは2通り目いきたいと思います。2通り目はね、もっと綺麗な形にしましょう。あるところで切って、貼り付けて、もっと綺麗な形、ズバリいきます。A から BC に向かって垂直に下ろします。今度は、こちらの三角形を、半時計回りに90度回転させてみてください。もちろん A を持ってです。A を持って、この三角形を半時計回りにこちらに動かせば、こうなりませんか。その時にこのちょんちょんがこっちくっつきますよね。で、ここが90度なので、ここも90度だ。で、先ほども説明しましたけど、×と丸の関係が180度なので一直線になる。で、そして、ここと、
ここ長さ同じですよね、単に移し回転して移しただけなんで、さらにここも先ほどと同じように90度なので、これ実は正方形になっているということになります。なので正方形の面積、これ対角線かける対角線かける2分の1使いますので、3かける3かける2分の1と、はい、というように同じように求めることができます。はい、というわけでチョキチョキペッタンっていうことから、2通りの方法で、綺麗な形に持っていくっていう作業をしました。はい、じゃあ3通り目いきます。はい、それでは3通り目に行きたいと思います。これはなかなか思いつきません。行きたいと思います。伸ばします。はい、伸ばして同じ図形をね、ちょっと分かりづらくてはみ出てますので申し訳ないです。はい、こんな感じですね。はい、この図形と同じ図形を今度はこっちに持ってくると。はい、でその時やはりこっちが丸なので、一直線になると。でこっちの図形がこっちになると、詳しい説明はちょっと省略しますけど、このでっかい正方形の4分の1であるっていう風にも捉えることができます。はい、ということで、はい、正方形の対角線がこれ6ですね。 6×6×2 分の1、正方形対角線かけるもう片方の対角線も 6×2 分の1っていう正方形の4分の1と、はい、という風にやってももちろんですけど同じ結果が現れると、はい、というのが3通り目でございます。はい、というわけでこれが3通り目で、でじゃあなぜねこれを思いつくのかっていうと、実はまあ先ほども言ったようにある問題がきっかけとなってこの問題が誕生してるんです。それは一体何かっていうと、はい、折り紙からこの問題できてるんですよね。折り紙のこの中心を取ってもう一枚の折り紙を重ねる。はい、まあもちろんね、こうやって垂直に重ねたらこの2つ二重に重なった部分っていうのはこの正方形、でっかい正方形の面積のもちろん4分の1ですよね。これが中心を持ってこうちょっと回転させた、ちょっと回転させたとしてもこれ面積同じなんです。なぜか、はい、今囲ったここの部分、ここの部分とここの部分で面積同じじゃないですか。ていうかチョキチョキペッタンで、ここがこれ、まあ、詳しい説明ちょっと省略しますけど、これとこれが、まあ、先ほどのね言ったことと同じように合同になります。つまりこの状態からちょっと動かした分だけこっちも動いてるんですよね。動かして減った分だけこっちは増えてる。ずーっと同じ関係ですよね。減った分だけこっちが増えて、減った分だけ増えて、つまりなんか透析変形してるみたいなもんです。これをね、ずーっとこの4分の1が減った分だけこっちが増えて、減った分だけこっちが増えてみたいな。だからずーっとこれどこでもこれ面積一緒なんですよ。もちろんこれもそうですよね。4分の1ですよね。1,2,3,4 等分したうちの1つ分。だからずーっと面積が同じになるということになります。はい、だからもうこの形ですよね、こういった形を見たら、まあ、すぐにね切って貼り付けて元に戻す、もしくは伸ばしてこの青色のね、この紫色か、紫色の原型を作ってあげて、それの4分の1だよねって言ってしまうと。はい、というのが、まあ、この問題の原型、まあ、本当に原型かどうかわかりませんけど、原型と呼ばせてもらっています。だからこの問題をやる前にこの基本となる問題を先にねやっておかないといけないですね、本来はね。でいきなりこれをやれって言われたら、まあ、相当難しいですけど、この問題をやることによってこういう発想がね、今切ったこの3通りの発想が、まあ、生まれるっていうことです。つまり難しい問題をやるときっていうのは簡単な問題をいくつも経験しておかないといけないんですよね。でその時にこの線が引けるっていうのは、まあ、ある意味センスって呼ばれるものっていうのは今まで経験したうちのどれかをもうすぐに引き出す、センスの良さっていうのはそこですよね。すぐに結びつけられると。今までの経験上の何か、ここら辺に引いたなとかっていう。で、結びつけられるのがセンスではないかなと。もちろんいろんな議論があってね、いいと思いますが、まあ簡単な問題をね、たくさんこなして難しい問題を先にやろうよっていうことです。だから、難しい問題いっぱいやるのもすごい楽しいし重要なことなんですけれども、基礎の積み立てっていうのもやっぱりね、こういう問題を考えるにとって重要なことなんじゃないかなと思っております。はい、だからね、算数の成績が上がらない上がらないって言ってる方は基礎をねまずはしっかりすると、何回も何回もやると、でそこから応用問題やっても全然遅くないんで、
まずは、まあね、塾とかね、テキストで与えられた問題集をしっかりやるということが、まあ、成績アップへの秘訣なんではないかなと思っております。はい。というわけで、本日は以上になります。このやり方が良ければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。また別回お待ちしておりますので。はい。というわけで以上です。ありがとうございました。